はい、皆さんこんにちは。今回はですね、全世界うまいもの巡りの旅その141ということでございまして、神戸のフロインドリーブでモイスキュンとアイスミルクティーを食すということでございます。早速フロインドリーブでいただきたいと思います。早速ですね、行ってまいりましょうか。さあ、どのようなお食事が用意されているのか、お飲み物とね、そしてお食事の数々、まあ、サンドイッチとかね、そういうのが多いんですが、まあ基本この洋食屋さんというよりは洋菓子屋さん、もしくは製パン屋さんでございますのでね、まずこうケーキ、そして焼き菓子、そして飲み物、これをいただきたいと思います。もともとこの教会をねリノベーションしたという感じでございまして、旧神戸ユニオン教会を買い取って現在の店舗になっておるということでございます。それまでは中山手でやっておったそうなのでございますが、神戸の震災がねありまして、お店がダメになっちゃって、それで移転したということでございます。場所はね、三宮と新神戸の間の方にあるんです。今回はですね、モイスヒョン、こちらいただきたいと思います。ネズミの形したケーキでございますね。そして焼き菓子の数々いただいてみましょう。さあ、それではですね、このお店はですね、そもそもドイツ人のですね、ハインリッヒ・フロインドリーブが、神戸でパン店を始めたことから、その歴史が始まっておるわけでございます。神戸なると淡路大震災の際にですね、お店がダメになってしまって、この地に移転したと、ユニオン空海を買い取って本店を移転したということで、いろいろ経緯を含めましてね、やっとるわけでございます。まあ、第二次世界大戦とかね、震災、さまざまな困難を乗り越えて創業100年、神戸の地でね、いろいろ営業を営んでおったという経緯でございます。まあ、歴史がございますのでね、もう神戸の皆さんにもおなじみということになるわけでございます。100th アニバーサリーということでね。さあ、このモイスヒム、これいただいてみましょうか。チョコレートケーキなんですよ。しったりとしたね、チョコレートケーキ。そしてそれがネズミ型にね作られておるというのが味噌でございます。もうね、ふかふかしてない、しっとりしてるんですね。そしてお飲み物についてくる焼き菓子2つでございますね。先ほど1ついただきましたが、こうしっとりとしたこのモイスヒムをいただいた後にですね、アイスミルクティー飲ましていただきます。これでモイスヒムとアイスミルクティーで優雅な時間を過ごさせていただくということでございます。この天井がね、もともと教会というところで10メートルくらいあるという天井なんですかね。これが非常に空間があって非常におしゃれという感じなんでございますが、しっとりしております。なかなかね、
いい感じでございます。なかなか頭の方から食べるのはね、なんかやめとこうかなっていう感じでございますので、お尻の方から食べておりますが、今日は暑かったのでね、アイスミルクティーが美味しい、こういう感じでございます。さあどんどこどんどこ進んでおります。逆にこのね、この天井が高くて広い校内がありますので、こう暑くはないんですね。そんな感じでね、もう初代から比べると4代目ぐらいになってるんですかね、ドイツ人のハインリッヒ・フロインド・リーブ、こちらの方がね始められた。そもそもね、ドイツで、パン職人として働いていて、兵役を得て第一次世界大戦、そこから中国の方に行って、また再び、兵役となって日本にいろいろしてやってきたというような感じでね、四季島パンのですね、製パン工業長みたいな感じもついていた方らしいんですが、まあいろいろ日本での歴史というものもございます。さあ頭の方もいただいてみましょう。ネズミさんでございます。耳が取れてしまいましたんでね、なんだろうかという感じになってしまいました。そんなこんなで創業100年ね、創業はだから大正時代でございますね。それ以来ずっと神戸で営業しておると。そういう感じになっております。まあお客さんもですね、非常に女性客が多くてですね、外国人の方もいらっしゃいました。非常にね、まあ、神戸も新神戸も近いということでね、その旅行客の方とかね、地元の方とかいろいろいらっしゃってですね、大にぎわいでございます。新神戸駅からはですね、歩いて10分ぐらいですかね、そのぐらい歩きますと到着いたします。まあそのまま歩いていくと三宮に行くっていうような感じの道筋なんですが、まあ、三宮からも歩けますが、まあ三宮からはバスの乗るかなんかした方がいいという感じの距離になりますね。新神戸駅の方が近いです。さあ創業100周年、これがね、そしてこのお店店舗も商品の売る部分も1階にございましてね、こんな感じで商品が並べられております。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。